今から K-POP の音楽のブームブームっていう曲に合わせて、マッチョダンスを踊ってみます。トリックをシェイクするあのシーンがありますので、何か、まあ、バーテンダーさんとか何かお酒を作るようなシーンがありましたら、ぜひ使ってみてください。はい、では行きます。はい、最初あのサビのところですね、一番有名な TikTok で流れるところですけど、はい、上です。次に横です。骨盤を左側に動かします。上下で胸の収縮です。で、パッパンパンペンギンさんの動きです。それから一番大事なマッチョなポーズです。ダブルバイ、中山筋肉よくやってます。これもよく中山筋肉はテレビでやってるので見たことがあると思いますけど、サイドチェストです。この辺、このラインと胸を当てます。はい、また続きに同じことを繰り返します。胸収縮させてペンギンさんの動きをして、女の子のサイドチェスト、で女性のビキニのポーズのサイドポーズです。これウエスト細く見えるようにしてください。足は1本です。はい、それからドリンクを取ります。ドリンクを取ってみてシェイクします。骨盤前に、骨盤を前に動かします。シェイク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 、女性のサイドポーズです。これ足バラッとさせないように1本にしてサイドポーズです。でウエスト細く見せるために正面を向けないで、おへそは進行方向を向けて、なるべく細く、なるべく細く見えるようにします。はい、そしてバックダブルバイです。はい、シェイクシェイクシェイク、骨盤を前前前前で動かします。これで指先を常に見るようにするといいですね。で、マスキュラーでお辞儀も含めて終わりです。乾杯ます。どうでしょうか。